はい、今、放送日の、5分前です。5分前じゃない、もう3分前かな。はい、で今ライブ配信中でやってるんですけども、これから、まあテレビ見ていこうと思います。楽しみです。いや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 、うわ、始まった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 。いや、僕の映像出るかな。始まりましたよ、始まりました。あ、僕映ってるじゃん、映ってるでも見えた、左下の方見えた、映ってんじゃん、映ってんじゃん、ほら、やば、映ってた僕今映ってた、やば、もしかしたらさ、僕がこの喋ってる動画を見てさ、陣内さんとかコメントしてくるかもしれないの。やば、米津玄師コラボは、米津玄師コラボ後から登場するかもしれないっす。いや、僕が出てない間ちょっと緊張するね緊張するわ。もういや、なんかユニクロさんはペットボトルのリサイクルとかもしてるらしいっすね面白いな、なんか普通に僕一視聴者として見てて、へえみたいな、面白いなと思っちゃってるわ。いっぱいいろんな YouTuber とか出てきてるんだけど、いや、その中の一人になってたらいいな。CM 入ったんですけど、 CM 明け楽しみですね。僕どのタイミング出てくるんだろうっていうのがすごい気になる。いや、このまま出てこなかったら悲しいけどねまあいいっす、出てこなくてもいいっす、そうやってやってくれたんで、インタビューしてもらえたっていうその経験が、経験もらえたんで、体験させてもらえたんで全然いいっすけど、欲を言えば出たいですけどねやばいやばいやばい、今映った、今結構長めに映った、今結構長めに映ったよ、やばいよ今今 10秒とか15秒ぐらい映ったよ今しかも僕がこうやって T シャツを見せてくれる映像で、なんかで、そして芸能人の人がワイプで映って、おおしゃれだねって言って、それ言ったら陣内さんだったんだけど、陣内さんがユニクロコラボして、あの米津玄師コラボを見てさ、すげえって言ってる、やばじゃあでもね、あの出てきたんで、また奥が出てきたんで、しかも結構長々と、なんかさっき15秒ぐらい映って、今もなんか10秒映ったんじゃない、もうなんかテンション上がりすぎて、あんま見てなかったあんま見てなかったあんま見てなかった。はい、お世話になっておりますコートでございます。終わりましたね、放送の方は見ていただけましたが、今この皆さんに今見ていただく映像の前に、僕が、リアルタイムで配信していた時の様子を、ちょっとね抜粋して、お届けしていると思うんですけども、かなりテンション上がってました。で、何回も言ってる、動画の中で言ってるかもしれないですけど、僕がその米津玄師コラボ、こういう T シャツです、まさにこれなんですけどですって言って紹介してる、映像がテレビの中で紹介されまして、その映像を見た陣内智則さん、芸能人の陣内智則さんも、へえおしゃれって言ってくれたんですよ、コメントしてくれたんです、僕の動画の映像を見て、スタジオでも多分同じ映像が流れてたと思うんですけど、見ておしゃれって言ってくれたんですよ。もう陣内さんにコメントしてもらえたのやばいなと思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。あとはその本当に1秒とかしか映らないかなと思ったんですけど、思ってるよりも長く映ってました。最初の出てきた時15秒ぐらいで、後のやつももう10秒ぐらいで、結構計なんか30秒近く映ってました。あとはそのユニクロラバーということでっていうくくりで、紹介されたんですけども、その100人の方たちみたいな感じでその写真が出るんですよ、こういう人たちがいてみたいな感じで出て、100人に聞いてるはずなん で写真が出てくる中で、毎回僕の写真がそこのなんかその一枠の中に入ってたんですよ。毎回今4回か5回ぐらい出てきたんですよ、そういう映像が。あの写真なんで、あと出せればなんかこの辺とかこの辺に出しておくと思うんですけど、毎回いたんですよ、毎回びっくりしてでしかもその100人に聞いてるんだから、単純計算して100分の1なわけじゃん、その僕が喋ったやつ、みんなが均等に映像が出るとして100分の1秒の1秒というか100分の1の時間なわけじゃん、の割にはめちゃくちゃいっぱい出てましたね。もうで僕その他の人はその一つのトピック、なんかダウンとかジーンズとかっていうトピックでその紹介するの人が多かったんですけど、僕の場合は米津玄師コラボの T シャツとヒートデックの T シャツで、ヒートデックのあの、っていうなんだトピックで、ね、2つのトピックで YouTuber として紹介されまして、出てきまして、名前も写していただいて本当にありがとうございました。編集者さんとか、僕と実際に取り入れのやり取りしてくださった番組の方とか、もしこの動画見ていただいてたら本当にお礼を言います、本当ありがとうございました。
今思えばそのあの時あんなうまく喋れなくて編集も大変だったかと思うんですけど、うまいことやっていただいて本当にありがとうございました。またねこういう機会があったら、お願いします。よろしくお願いします。見てくれてる視聴者の方々はあのテレビ、の方でリアルタイムで見てくれた方ありがとうございます。見て見られなかったよっていう方はその一瞬その切り取りなんですけど、そのツイッターの方で僕があの引用リツイートをしているのがありまして、僕が出てるテレビの映像をツイートしてくれてる方とかいたりして、そういうのをエゴさして全部いいねしてなんて写真付きでツイートしてくれてた方は引用リツイートまでしたんですけど、はい、でそういうのでちょっとあの多分ネットに出てるんじゃないのかなと思うので、ぜひね見てみてください。あとはその見逃し配信とかあると思うんで、 TBS なんで TVer とか使えるんじゃないかな、見逃し配信あると思うんで、ぜひそういうのでね見逃し配信で見ていただけたら嬉しいです。はい、TVer のリンクとか下に、貼っとこうと思います。よかったら見てください。じゃあまた、次回の動画で、お会いしましょう。本当に今回はありがとうございました。じゃあね。ミクロラバー100人の声、続いては、ユニクロはコラボが熱いっていうところがあるかな、見逃せないかなと思います。ユニクロのコラボ T シャツが結構ありまして、UT っていうものがあるんですけど、例えば最近デブ米津さんとか、あとは僕、ガンダムが好きなのでガンダムのコラボ T シャツが出てたりとか、ユニクロはコラボが熱いっていうところがあるかなと思って。おしゃれだね。ユニクロのコラボを見逃すな。今シーズンはスヌーピーやペコちゃんなども。そんな中で大評判になったのがユニクロラバー100人の声、続いては、ちょっとリュックないけど、もう10万は持ちたんですけど。